女子高生とは、女子高校生、女子高等学校生の略である。女子高生の略称として、JK がある。別称として、中学校、高等学校の女子生徒を指す、女学生がある。ここでは、日本の女子高生について、講義の意味での用語を解説する。秋田県の城港町立の城、実家高等女学校戦前の学生においては、 現在の高等学校に対応する旧正中等教育学校の一つである高等女学校の生徒が区分上は女子高生に相当する。1882年、日本で最初の女子教員養成機関である東京女子師範学校に付属する形で日本初の高等女学校が誕生した。戦前の学生における旧正高等学校は 高等学校の名がつくもののあくまで高等教育機関であり、かつ女子の入学は認められていなかった。旧制高等学校が女子にも文庫を解放したのは1947年度の入学試験からで名前としての女子高生が誕生したのもこの年度からである。しかし学生改革によって旧制中等教育学校が新制高等学校に切り替わったことで、 旧正高校の入学者は1948年度が最後となっている。旧正の1947年度入学者は1950年3月の旧正高校廃止まで在籍し、48年度入学者は1年実習量で新生大学へ進学しており、この学生の過渡期には旧正と新生の2種類の女子高生がいたことになる。 1950年度からは、新生の女子高生ばかりとなって、現在に至る。女子高生という言葉が使われ出した明確な時期については不明だが、1962年2月の秋田、伊佐尾新報の夕刊の中で、病院に咲く愛の花名も明かさぬ、女子高生という記事が存在している。典型的な女子高生の制服の着崩し方。 1990年代の小ギャル文化を現在も踏襲している面が強い。女子高生が文化として着目されたのはポスト段階ジュニアが高校に在学していた1990年代だと言われている。女子高生の文化にマスメディアが焦点を当て、テレビなどでトレンドや新しいムーブメントとして紹介されたこと。ブルセラや 援助交際などの社会的な問題などがあって、女子高生ブームが起きたと言われている。1993年8月、全国で、ブルセラショップの摘発報道が、一斉に開始し、ルーズソックスやミニスカート制服の流行、ポケベル、携帯電話などの新しいコミュニケーションツールの素早い、取り入れや活用、チョベリバなどの信号の創出、テレクラや、ツーショットダイヤルを介した。 援助交際などマスメディアに話題を提供し続けたバブル経済崩壊後、日本経済が低迷する中で、従来の価値観を覆して邁進する女子高生のイメージは、マスメディアに対する一種のカンフル剤のような効果を果たしたのではないかと指摘する声もある。1990年代以降、制服が、おしゃれや、ファッションや、 文化の手段としての傾向が強まったとの見方もあり、近年の日本におけるこのような制服のファッション化は、日本国外でも注目されており、フランスの雑誌、ジャパンライフスタイルにおける言及、日本の女子高生の制服は自由の象徴といった、パリ娘たちの意見や2009年ジャパン。エキスポにおける制服ファッションの前年比での激増、ファッション誌に常に制服が特集されている。 太陽国、バンコクで2009年3月に開催された、制服ファッションイベント、かわいいフェスタされている。1990年代に入ると携帯電話や、インターネットが急激に普及し、援助交際や下着の販売など性的な非行が特に、問題となった。匿名の掲示板や、出会い系サイトの発達など、情報社会の進展に伴い女子高生が関わる。 援助交際の増大の一因とも指摘され、社会問題としても大きく取り上げられている。また2000年代中盤以降は、いわゆる JK ビジネスが発展。2010年代に入ると JK リフレ、JK 見学などサービスの過激化とともに、マスメディアでも取り上げられ、警察からたびたび摘発されるなど、問題視されている。女子高生は、 以下の登録商標でもある。権利者、伊藤ハムで、登録番号434万1989、及び434万1990。前者の指定商品は、弁当、餃子、シューマイ、ピザ、ピザミートパイ、菓子及びパン。後者の指定商品は、肉製品、加工野菜、加工果実、カレー、シチュー、または、スープのもである。権利者、 株式会社協で、登録番号5378,350。指定役務は、インターネットによる広告に関する情報の提供、広告、経営の診断または、経営に関する助言、市場調査、儀礼、スポーツまたは、知識の教授、電子出版物の提供、映画、演芸、演劇または、音楽の演奏の興行の企画または運営。 放送番組の制作となっている。JK は女子高校生の略称。派生後に FJK、SJK、LJK があり、それぞれファースト、セカンド、ラストの頭文字が、説当字であり、1年生の女子高生、2年生の女子高生、最後の女子高生イコール高校3年生の女子を表す。ありがとうございます。